中学3年生14歳のあやのです。中学2年生13歳のるりんです。私たちエンジェルナンバーです。よろしくお願いします。はい、秋田の皆さん、秋田の小中高、小中高台の皆さん、進級進学おめでとうございます。イエーイ。はい、私たちも進級して、ルリンが中2になって、あやちゃんが中3になったんですけど、はい、どうですか？受験生受験生頑張ってください。はい、中2、中3になったということで、今年頑張りたいことをちょっと言っていきたいなって思います。やっぱ一番は勉強ですね。あ、苦手なので勉強するのも苦手なので、ちょっと本当にやらないと。勉強するのも苦手。そう、勉強するのも苦手なので、そこから頑張らないとな。そこから大変だね、やっぱ。できるから、まあ中1だったからまだ、まあ、ちっちゃったもんね。ちっちゃったからまだ、その時は。中2は難しいよ。よくみんなに言われる。理科はやばい。理科やばい。マジで？でも理科で3学期よかったの。3学期でしょ？もうやばい。理科は本当にやばい。理科ルリン、虫と問題とか出てきたら全部もう話聞かないようにして。なんか、設立みたいな。何それ？なんかさ、見た目いっぱい出てきちゃうじゃん。あ、生物とか。生物とか。ちょっと、あれは逆にそっちができるから。ああ、いいな。ちょっと、教科書開いてって言われた時も一切開かないで。見たくないから？そう。で、何ページ開いてって言われたら、開くけど、基本こうやって、でも触りたくもないから。いるわけじゃないじゃん、別にそこにさ。ほぼいるみたいなもんじゃん。だから立体的に見える。そう、見えちゃうから、ちょっと。ごめんなさいって感じで、生物は捨てるんですけど。じゃあ化学式とか元素記号とかできるんだ。はい、多分。さやはそこも無理だ。あ、じゃあちょっと覚えないといけないんだよ、いっぱい。覚えるの大好き。え、社会は嫌いだけど、理科も覚えるのは好き。ちょっと分からないな。いやー、なんでもない。元素記号と化学式でもそこがつまずいて、もうやばい。だから本当にやばい。じゃあそこ頑張ればまだちょっと見られる。うん、回路とかもやばい。何回路？電気の回路。ああ、こういうね。そう、あれもやばい。難しい。やばい。頑張るわ。ちょっと社会は捨てるんですけど。ちょっと捨ててない？社会は本当に思うんですよ。将来使わないって。歴史とか使うかもしれない。いや、ちょっと使わない。使わない。使わない。ルリは。前回めっちゃ勉強したけど、テストが悪すぎたから、これは勉強しても意味ないと思ったから、もう勉強するの諦めて、他の教科をその代わりにめっちゃ高得点取って、社会の分をちょっと取り返せるようにしたいなって思います。ちょっと、1学期は、中2に上がっちゃったから、多分難しくなると思うんですよ、全部の教科だから。まだね、1学期は。あ、いける。そう。あ、じゃあ1学期はまあ置いといて、2学期から2学期からむずいじゃあ2学期ぐらいからちょっとマジで勉強、ちょっと1年生が悪くなかったから、その分2、3年にもちょっとつなげ、定期テストとかいろんなテストをちょっとつなげられるように頑張りたいなって思います。頑張ってね。頑張ります。頑張ってね。一番頑張ってください、ね。はい、受験するだから。はい、それでは次の曲は、はい、口をしたいです。あ、口をしてた。はい、はい、4月の28、29日に清田区役所でお祭りがあります。はい、はい、そして5月の3日と4日に13時40分から厚別の方でお祭りライブがあります。イエーイ。はい、もうお祭りが始まっていますね。ちょっ
ごめんなさい、お祭りいっぱい行きましょうね。はい、お祭りライブも入ってきたということで、ちょっと楽しみだね。楽しみだね。いっぱい食べれるのが楽しみです。結局そっちなんでしょ。あ、そっち。食べたいです。メイン、メイン。やっぱメインそこですよ。頑張ってくださいよ。頑張ります。ライブの後のご褒美として頑張ります。ご褒美ね。ご褒美として頑張ります。はい。じゃあ、では次の曲は、新旧新学、はい、おめでとうっていう気持ちを込めて歌いたいと思います。はい、それでは聴いてください。おめでとう。集合！